スマイルマスク運動とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのマスク着用を、子どもが嫌がる、怖がるなどを解消するために、マスクに笑顔を描いたシールを貼る運動。一般社団法人福岡青年会議所の発案で、2020年4月上旬から開始した取り組みである。黄色の丸いシールに、 ニコちゃんマークを描き込んで、マスクに貼るだけ、研修委員会のズーム会議の様子、2020年5月、東京読売新聞、2020年5月2日毎日、新聞、ビジネスメディアウィービリープ、2020年5月1日、RKB 毎日放送、2020年4月30日、福岡県庁、福岡県間工場方公式サイト、2020年4月29日、 RKB ラジオ f g s 福岡放送2020年4月27日、毎日新聞、楽天インォシークニュース、ビッグローブニュース、モバゲーニュース、ミクシーニュース、ニフティニュース、ヤフーニュース2020年4月20日、富士テレビ2020年4月19日、ラインニュース、リバドールニュース、クーニュース MSN ニュース、ドメニューニュース、 スマートニュース神戸新聞2020年4月18日、ヤフーニュース、デリースポーツマイドナニュース、J コムチャンネル2020年4月16日、KBC 九州朝日放送、FBS 福岡放送2020年4月15日、RKB 毎日放送2020年4月14日、福岡女子メディア2020年4月13日、KBC ラジオ、 ありがとうございます。